ZRR70。 今回ね、歯医者です。まあ、なのでね、ちょっとね、部品取りしていきます。まずね、ミラーとかで、ワイパーアーム、まあバイザーもいきましょうか。バイザー、ホイール、それぐらいかな。まあテールぐらいいきましょうか。まずね、動作確認します。動作確認がね、商品確認ね。まずね、ホイールいきます。まあ、タイヤはギリギリ使えそうな感じです。後ろもね、3歩ぐらいあるかな。ちょっと汚れてます。まあ、ローテーションしてるやつでちょっとね、丸くなってます。前はね、4、5歩ぐらいあります。大きいね、傷とかないですね。次はね、もうワイパーアーム、これはまあ大丈夫でしょう。ちょっとね、揺れてます。よいしょ。まあアーム類はね、ちょっとね、まあ、壊れてないでしょうっていう感じですね。もうこっちもね、ちょっと動きます。バイザーもね、多分いけると思います。ミラーね、テールはね、玉切れです。まあ、ブレーキランプのね、この LED の玉切れですね。これは問題ないです。あとはね、球をね、変えてもらったらいけます。まあ、今のところね、割れとかね、ないです。また外す時のね、動画で商品確認ね、します。羽根も取れるんかな。羽根もいけたらね、いきます。ミラーの方ね、ひょっとしたらここを閉めたらね、いけるかもからね。ちょっと変化しようか。まあ、イグニッションコイルもね、取りましょうか。まあ、ひょっとしたら在庫でね、置いとくかもわからないです。ヘッドライトはね、割れてるのでね、もうそのまましときます。まあ、ホグもね、まあ、点灯はね、確認できたので、まあ、外せたらね、外します。そんな感じかな。もうあとはね、内装とかね、あんまり触らないんですが。よし。まあそんな感じですね。で、まずね、この動画でね、ワイパーからね、ワイパーアームだけね、いきます。で、ワイパーもね、
まずこのキャップね、工具でこじない、手でね引っ張るだけです。ここねちょっとねボンネット開けた方がねいいかもわからないですね。まずねこんな感じでねキャップをね引っ張ってね外します。まあこれね両方ともねボンネット開けた方がいいです。でワイパーゴムの場合はねボンネット閉めてください。で14ですね。でここを持ってね緩めます。でまあガラスね傷つかないようにねここをね押します。一回押します。今ねもうこれ廃車なのでねこのままいきますが、ここね押した時に割れないようにね注意です。でもあれですねやっぱりこう当たるのでねとりあえずねこの開けたままいきます。まずね押してからね浮いたのを確認できたらね、浮いたやかねこう動くっていうのをね確認できたらね、今ちょっとこういう感じで斜めになってるのでねこれをね均等にします。で抜きます。で1はね覚えておいてください。このまま抜かないね、ちゃんとね動いてるかを確認して、この穴の位置がこうなってるのでこれをまっすぐな状態にグッとねしてね引き抜きます。これはねボンネット閉めてやるのか、まあ開けてするのかね、まあ、やる人がね判断してください。やり方は自由です。外し方だけね参考にして、あと商品ね後でね紹介します。次リア行きます。でキャップはねこう穴の中にねこう角が入ってます。それをね引き抜きます。これ両手でやってください。両手でやるとね外れます。ここでしたね、前でしたね。で後ろ構えるかな、後ろ構えました。スライドかなと思ったらね後ろ側はワイパー側で前側いうかね上側ですね、これはねキャップ側にあります。両方開けて外す。片手でやるとね1個入って1個取ってこう外れないでね、両手でやってください。前と一緒でねモーターにね負担をかけないようにして緩める。でリアはね前みたいにね押してもねこうスプラインでガチッとね細かいスプラインで入ってるのでね外れないです。で上げてもらってねちょっとね小刻みにねこのスプラインが潰れない程度にねもう小刻みにね振ってもらうしかないです。そうするとねポンとね外れるやつは外れます。外れないやつはねちょっとね強めにね振ってください。このモーターがね負担かからないようにちょっとねここをね工具で押さえながらね振らないようにします。今回ねスクラップなのでいきます。こんな感じでね引っ張りながらしてください。その場でやるとねスプラインがね潰れます。でねこのスプラインね見てもらったら分かると思うんですがね、今のねちょっとってやっただけでね粉が出てます。なのでガリッといくとねこの細かいスプラインがねなくなって、次ね締めてもね
空回りするようになります。だからここを潰さないように、ね、ここ潰れたらねモーター交換で、こっちを潰すとねアーム交換です。注意です。まあ、商品確認ほどでもないんですがね、まあ、壊れてないのとここがねちゃんと止まるっていうのと、サビがないっていうのとね、で発送時はねこのキャップめくってねアームとねバラバラにしてね発送します。まあそんな感じですね。今回ね70ボクシー解体車両のねパーツのまあ、ざっとした、ね、動作確認とでワイパーもね外し方ですね、で商品紹介やっていきました。あとねミラーとかねテールとかねやっていきますのでね、まあ、購入検討の方はね、まあ、商品動作確認とね外して、まあ、商品紹介動画見てからね購入検討してください。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。